ビールも値上げ。はい、トリマンチャンネル始めていきたいと思います。4月26日火曜日。はい、とうとうね、居酒屋業態にとってはね、本丸中の本丸のね、ビールの値上げのね、ニュースがやってまいりましたということで、うちがね、取引しているのがアサヒビールのね、スーパードライですけれども、スーパードライがね、値上げということで、缶ビール値上げは約14年7ヶ月ぶり、10月の1日からということで、スーパードライなどを値上げするということで、缶ビールの値上げは約14年7ヶ月ぶり、アサヒビールは10月1日からビール類やノンアルコール飲料、国産ウイスキーなど162品目の出荷価格を引き上げると発表したと。店頭価格で 6% から 10% の値上げを見込んでいますと。缶ビールの値上げは約17年7ヶ月ぶりと。原油価格の高騰や国際情勢の混乱などの影響を受け、麦芽やトウモロコシなどの原材料価格やアルミ缶、段ボールなどの包装資材、エネルギー価格に加え、はい、電話が鳴っちゃったんで、続きやります。段ボールなどの包装資材、エネルギー価格に加え、物流費などのコスト上昇が続いていることが主な要因としていますということで、とうとうね、来たかということです。まあ、11月1日からということでね、まだだいぶ先なんですけれども、まあ、そもそもね、言いますと、まあ、アルコールってね、まあ、おかしいなと思うんですけれども、まあ、酒税でね、検索して、まあ、ビール 350ml のビール、で小売価格、税込み価格で219円のうち、酒税っていうのが70円で、消費税分が 19.91%、 19.91円で、全体の、税金ね、この小売価格に、占めるね、税金の割合が 41.1% ということで、もうね、約半分税金なんですよね。なので、そもそもがでね、酒税取ってて、それに、消費税かぶせて二重取りっていうのはどうなのかなとね、まあ、ガソリン等でもね、思いますけれども、なんかよくね、あるパターンだなとね、今更ながらに思うわけなんですけれども、まあ、とうとうね、ビール類にも、まあ、お酒関係ですよね、もう値上げになりますよということで、まあ、居酒屋ね、経営されている方々、ね、経営者の方々は、またね、頭が痛いね、問題ではないでしょうかという感じですね。はい、まあね、個人的にはね、もう家ではビール飲んでないんでね、もう、グリーンラベルだけしか飲んでないんで、発泡酒飲んでるんでね、あんま関係ないっちゃ関係ないですけど、まあ、発泡酒等も上がるんでしょうね。はい、はい、まあとりあえずね、まあ、全部上がるということでね、まあまたまた、利幅がね薄くなりますよという話でございました。はい、で今日ね、もう嵐でしたね。もうなんかね、梅雨入りしたのかなっていうぐらいのね、もう天候悪化で、もうね、雨で、昼間もね、もう作る、もう朝の時点でね、あ、もうダメだということでね、めっちゃ少なめにして、まあ何とか完売できましたけれども、まあね、最悪のスタートでしたね。で夜がもっとひどくて、常連のね、お客様がお一人ね、早い時間にご来店くださって、まあそれでね、坊主は回避ね、16年間ね、続いてる坊主なし記録はね、防衛できたんですけれども、まあそれでね、なんかちょっとほっと安心してるね、己がいたので、まあ本当にね、自分を殴ってやりたいなと、思うレベルでね、その後ずっと暇でしたと。で、やそからね、地元の大先輩が、お二人でご来店くださいまして、で、トータル3名様で終わりということで、昼夜ね、合わせても、超激暇ということで、まあ人件費等もね、出ないね、赤字、経営の一日でしたということでね、まあ普通のね、自営業ね、始めたばっかりの人がね、まあ、これを食らうとかなりね、ごっそり、メンタル食らうね、メンタルやられると思うんですけれどもね、まあそこはね、創業16年目の、D 級自営業者なのでね、出始めのね、8、
スタートし始めのね、F 級ね、自営業者とはね、ちょっとはマシになってまして、スキルね、体制がありますので、まあ、多少ね、その食らうのはね、減少ねできましたという感じでございました。はい、しかしね、まあ、先週もそうだったんですけれどもね、波が激しいなと、ボラティリティ居酒屋トリマンだなというふうにね、まあ、相変わらず思うわけなんですけれどもね、まあなかなかね読めないなという感じですね。まあゴールデンウィークは予約ご予約ねいただいてるからいいんですけれども、まあ平場がね、本当に激しいなということで、まあまあ今日はひたすらずっとね仕込みしてたんで、まあいっかという感じでね、まあダメな日はダメな日なりのね、やり過ごし方とね、時間の使い方をしながら、トータルで、どれだけねアベレージが残せるかっていうのはね、まあ飲食店のテーマだと思いますので、まあ一日一日ね、まあ大事ですけど一日一日で一喜一憂せずにね、アベレージ一月、1年でどれだけね結果が残せるか、アベレージが大事ですよと、いう感じですね。まあただね一日バコッとへこむとですね、まあそれを取り返すにはねまた大幅なねプラスがいりますのでね、あんまりボラティリティがあるとねダメなんですけれどもね、まあそこはゴールデンウィーク様にね、なんとか助けていただきましょうという感じでございます。はい、まあ、というわけで、アサヒビールがねスーパードライ値上げしますよというニュースでしたのと、酒税とね酒税があるのに、消費税ね二重課税改めて見るとずるいんじゃねっていうのとね、まあ日本税金ばっかりだなとね思いながら、で今日ね銀行月末のね支払い行ってまいりましたけれども、消費税と税金とねちゃんときっちり落とされても、ね、引き落としされておりまして、通帳がねスカスカになっておりましたのでね、まあ、すごくブルーになりよね、より一層ね、ブルーになりましたという感じでございました。はい、もう税金でね持ってかれたのでね、もう魂抜かれたのに等しいので、魂ねまた戻れ現世にね呼び戻すためにも、諭吉さんね稼がないといけませんので、ゴールデンウィーク頑張ろうと思います。はい、終わります。あ、忘れとった。あとね今日ちょっとねジメジメしててね暖かかったので、スポンのね幸子社長が半年ぶりにね冬眠明けで目覚めてきておりますね。こんな感じでございます。はい、いきなりね起きただけじゃなくてね餌試しにやってみたらね食べたんでねびっくりしましたね。はい、でまあそれね TikTok 動画にしましたけど、まあ別に特にバズらすつもりでね、撮ったわけでもないので、大して回らずねPV 撮れず、終わりましたという感じでございました。はい、というわけでね、精神的主張のね幸子社長もね冬眠明けで戦力になってくれます、戦力に、ね、なってくれると思いますので、力を合わせて、ね、頑張りたいと思います。はい、終わります。